カーフェア台北にはたくさんの,あの子供たちのブースが出展されています。ここはマイクロビットファウンデーションが香港から呼んできた学校のブースです。うん、こちらの方には台湾の子供たちが作ったワークショップが、そしてこちら側には8個のテーブル全部を使った香港のクラスルームから来たマイクロビットファウンデーションがサポートしている台湾、香港のスクールが並んでいます。ワリスワリス、正解。うんいい Yeah, say hi to you.Hello.Hello, hello, 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 hello.Yes.from、uh, Hong Kong,、oh. from Hong Kong.Hello,、yeah, hello.Hello, hello, hello.Hello, hello, hello. 今回はワリスがコントロールしている学校が8校。プラス、香港から他の3つの学校が参加していて、11の学校が参加しています。こちらは台湾のスクールが作っているバランス型のおもちゃ。<laughs> こちらが、うん、国立聖火大学の、が、大学生たちがアレンジしている、ステム教育を子供たちにやる学校のブース。そういう、教育と技術を組み合わせた展示を、いろんなところでやっています。こちらは多分先生方も出展しています。うんうん、はい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 。これ、えっ、ー、と、フェリックスや、リチャードも、 今回の展示をサポートしてくれています。これは、えー、チョンコは中国のキリスト教系小学校、香港のキリスト教系小学校の出展。それからこの向こう側では、クリエイティブアワードの発表も行われます。多くのカンファレンスもメーカーフェア台北では行われています。また別の部屋を見、